八戸ブックセンターは、青森県八戸市の公営書店。また書籍販売だけでなく、本に関わるイベントも開催している。青森県八戸市六日町の複合ビルガーデンテラス1階に2016年12月4日に開設された公営書店である。開設にあたり、ブックコーディネーター、内沼慎太郎が、デイディクションを務めた。八戸市内の民間書店、図書館、 市民活動と連携することで、八戸市民への本の普及を目指すことを目的としている。書店内でドリンクを購入しその場で飲みながら本を見ることができるようになっている。同施設をプロデュースした、内沼慎太郎が経営する B&B がビールの提供、イベント開催の相乗効果が認められるビジネスを組み合わせることで、書籍の販売を促進するスタイルを採用している。 この店のスタイルが、八戸ブックセンターのモデルになっている。当初は2階に入居する予定であったものの、ガーデンテラス側のテナント交渉により、2階に、ヤフー株式会社八戸センターが、地位の八戸へ7階から入居することとなったため、1階に変更されることとなった。開店して1年経過した2017年12月時点では、 来館者数167,576人、販売書籍数9,998冊となり、八の市で目標としていた来館者数1日平均300人、販売書籍数1日平均30冊は超えている。各分野に分かれた販売書籍が陳列されている。選書については、文明的な書籍よりも、 文化的な書籍が重視されており、八戸市内の書店と販売書籍の競合を避け、実用書を入荷しないように配慮がなされている。執筆目的の部屋で、八戸市民作家の登録者が使用できる。Wi-Fi も完備されている。八戸ブックセンターで企画した本の読書会が開催されている。読書会が開催されていない通常時も、アルコール類も含めドリンクを購入できるため、 利用客はドリンクを購入すれば利用できる。三浦哲郎の不机をレプリカとして再現。一般利用者も読書机として利用可能。なお実物は八戸市立図書館に展示されており、貴重な資料であるため利用することはできない。ありがとうございます。